皆さんこんにちは。2週間ぐらい前からですね、生まれて初めて不眠症っていうのを体験し、毎晩悩まされて、昨晩も10時半ぐらいに寝てですね、起きたのが12時だったんですよ。そこから今までずっと起きてるんですけど、いやどうなっちゃうのかなと思ってまして、今日は倒れないうちにですね、無事終えて、帰りたいと思っております。改めましてデザイン会員の後藤と申します。よろしくお願いいたします。このモダンアート展に出品することになったのは、大学時代に、自分の先生が、この展覧会に出品していて、そのお手伝いをした時に、初めてモダンアート展っていうのを拝見させていただいたんですけど、で、自分も出せるのかなと思って翌年、出品し、無事に飾っていただけて、38年前のことです。第30回展、だったと思います。でこれまで、絵の具を、普通に筆やハケで塗った作品、それからエアブラシで吹き付けたような作品、それから糸とか紐を使ったような平面作品、いろいろ作ってまいりましたが、10年ほど前からパソコンも利用するようになりました。で、そのきっかけが重色重ねる色ですね。重色っていうのにちょっと興味を持ってですね、でパソコンの力を借りながら、その住職っていう世界を客観的にこう把握できないかっていうのが、パソコンを使い始めた発端です。でご周知のように、似せた色を作る方法は3つあります。1つは絵の具と絵の具を混ぜて、作りたい色の絵の具を作るっていうような混色、それから2つ目が、実際には、混ぜないんですけど、見る人の目の中で混ぜてもらうっていう方法、これは平地下方混色と呼んでますけど、印象派の、失色分割とか、それから新印象派スーラの点描だとか、これは実際には色を混ぜていないんだけれども、見る人の目が勝手に色を混ぜて見てくれるっていう、それから3つ目が炭彩とか透明水彩とか水っぽい色を何層にも重ねて、作りたい色を作っていくという重色っていう、この3つの、方法があるかと思うんですけど、この重色に、興味を持った次第なんです。それで混色っていうのは自然科学の色彩学の用語ですから、当然のことながら、研究は進んでいる世界です。それから平地下方混色、スーラの点描のようなもの、これも、今我々が日常を普通に目にしているオフセットカラー印刷に発展していく原理ですから、これも研究が進んでいます。それに対してこの重色っていうのは色彩用語ではありません。美術用語です。で、絵描きの、画家のその経験と勘に、閉じられた世界というか、色を薄めて、何層にもこう重ねて、で、あ、いい感じになってきたっていうところで色を作る。作業ですけど、でこれを、パソコンを利用してなんかもっとうまく把握できないものかというのが、発端ということになるんですけど、パソコンを使って絵を描くっていうと、私もそうなんですけど、何かこうソフトの描画能力に頼って安直に、うまそうな絵を描くみたいなイメージがあるんですけど、パソコンはいろんな活用の仕方が可能なので、
で今こっちにちょっと貼らせていただいちゃいましたけど、色を、どれぐらいの透明度で、どれぐらい重ねていくと、どういう色が生まれてどういう印象が作れるかっていうのを全て数値で押さえておくことが可能になるので、その、勘とか経験とかっていうことではなく、まあ記録もできるし人に正確に伝えることもできるっていうことに、なるというわけで、パソコンでものをこう描くところの限界というか難点というか、これはディスプレイ上、画面上でこう作ってるんですよ。で画面上で見ている色は光の色ですから、で最終的にじゃあその出来上がったものをどうするのかって話になるわけですけど、多くは紙とか布とかにプリンターでプリントをして、で作品にということにする場合が多いわけですけど、昔は、プリンターは染料でしたので、もう1年2年すると色が退色して変色して丸切り違う作品になっちゃってたんですけど、最近は絵の具と同じような顔料を吹きつけていくので、その退色の心配はないんですが、ただいずれにしても、顔料の薄い層で色が乗っているに過ぎないので、重厚な、テクスチャーとかマティエールっていうのは作りえない、そんな限界がまずあるっていうこと。それから画面で見ている色を、何にプリントするかによって、例えば紙それから布地だけでも、輸入品も含めれば輸入品のキャンバス地なんかもあるんですけど、おそらく十何種類布地だけであると思うんですけど、全て違う色になって出てきます。だから、やってみないとどう出てくるかわからないっていうところがあって、ですから物質としての作品の価値というよりは、頭の中にあるものを視覚化して披露してるみたいな感覚です。スライドで見てもらってるみたいな感覚です。これを何十回も繰り返してるんですけど、今ここにこう帯があります。で、色を決め、それから透明度を決め、それから部分的なその色のパーセンテージを調整したりして、でこれとこの帯を重ねるとここに今重色部分が現れるんですけど、これを何重にもこうやっているに過ぎないで、ただもう朝起きたら、やり直しが効くので、例えばこの辺をちょっと落としてみようだとか、この辺の透明度を高めてみようだとか、そういうのがいくらでも修正ができるので、そういう意味では納得がいくまで作業が進められるっていう利点はあるように感じています。ですからこれ作品を作ってるというよりも、その新しい絵筆を開発してるみたいな感覚に近いのかもしれません。でそれを利用してここで得られたその住職の実感を利用して、そこから先は今度それをアートにしていくっていう作業ですから、ここから先はもうどの作品とも同じように、芸術作品として深みのあるものにするように一生懸命手を加え続けていくっていうような、そんな作業になるという感じですね。で、モダンアートであればこそ実験的精神みたいなものは不可欠だというふうに認識しているので、しばらく、こういう実験的な作品作りを続けていってみようかなというふうに思っております。倒れる前に一応用意した原稿を説明させていただきました。どうもありがとうございました。
それをコピーしてペーストして、その新しく生まれたものはもう色を全部変えていったり透明度を変えていったり、部分的にこう変化をさして別物にするわけですよね。それを延々と繰り返すって感じです。それで、こうやりながら透明に見て、あ、この辺がちょっとスカスカで数が少なそうだなと思ったらそっちにまた充当していくというか、そんな感じの作業ですね。で、その黒い、初めに真っ黒い木に重ねてきて、はい、その透明感が、初めの木はもうほとんど黒で、あまり綺麗な発色がないけど、重ねることによって、その下の白い木で何百回と重ねて、その下の白い木を重ねるんですね。はい、それをまた、はい、しながら。はいはい、ので、この背景を白にしちゃってもいいんですけど、そうですね、全然違う見え方をするんですね。はい、で今これは普通の、望遠クロスに、プリントをしたんですけど、実際に自分が画面上で作って いた時の色っていうのはもうちょっと深い感じ、これは濃いめのグレーみたいに見えますが、今 見た目これは濃いグレーみたいに見えてるんですけど、ここはパソコンの画面上では黒そこがで、この布では無理だから別のキャンバス地を使おうって言ってまたプリントすることも可能なんですけど、どっかでまた妥協するような感じですね。それとあとは、出方が悪い時にそのプリント屋さんに、やり直してくれって言ったりもします。それはタダでやり直してくれます納得いくまでタダでやってくれます。他に何かありましたらどうぞ。はいはい、どうぞ。パソコンで、はい、はいはい、よくパソコンだとタブレットみたいなのを書いたりするんですか。あとはプログラミングで文字を書いたり、はいはい、そういうなんか具体的なことを。基本的にパソコンを使うっていうと何か理系の人間みたいに私自身もイメージして、パソコンで何かやってる人はなんか自分と違うすごい人みたいに思っているんですけど、ただそのさっきも申し上げた通りパソコンってそのどんな風にでも利用することは可能なので、私の場合はもう単純にこれそんな難しいことをしているわけではなく、長い帯のような四角形を描いてそこに色を置いて、で透明度とか、濃度を変化させてるっていう、ただそれだけの作業なんですよね。なんか複雑なそのプログラミングとかそんなことはできないので、自分この間初めてこれを見に来た時に、はい、なんかドレンっていうか風というかね、こうなんかそれがこう揺れて見えたんですよ。なんかだから何枚も置いてるのかなと思ったんですね、最初薄いクリアを。そしたら今日来たらちゃんと固定されてるからあっと思ったんですけど、だからその時の気分も随分違いますね。私も今日1時間半しか寝てないので、来たら揺れてました。あ、やっぱりまあそれはそういう視覚効果を意図したわけでもなんともなく、やってるのはこの重力の結果を見極めるという作業だけをしているっていうか、よろしいですか。はい、普通にそのみともない質問で申し訳ないんですが、パソコン上、パソコンの中にはこれ
この完成したこのフォルダーなりファイルが1枚入ってるんですか？データが入ってるんですね、はい、それでそれを今度プリンターにかけて こういう大きいプリンターがでその出力するんですか、はい、それとも、はい、理系の人間ではないんですけど、パソコンで絵を描くときに2種類あるんですよ、まあ、簡単に言うと。で1つは命令で絵を描くっていう方、もう1つは点々で絵を描くっていう方で、前者は命令で描いているので、どんなに大きくしてもぼやけたりしない方法なんです。で後者は点々で描いていくような絵は大きくしていくとぼやけたりガタガタになったりします。で、この絵は前者の方法で描いているのでどんなに大きくプリントしようともぼやけたりすることはありません。それとデータ量はものすごく少ないんです。命令ですから、ね、点々の方は大きい作品を点々で描こうと思ったらものすごいデータ量になっちゃうんですけど、はい、ありがとうございます、はいはい、私はこの絵を見てすごく辛いんですよね。滅びていくんですね、気持ちが。なるほど。逆さまにして180度回転してもらうと、はい、素晴らしい、ね、絵になると、まあ、憧れが見えるように感じるんですね。で色は上が明るいんですけども、はい、形としてなんか落ち込むような絵なので逆にしてもらうとすごい、すごくね、明るい気持ちになってね、未来がね、見えてくるんですね。これだと過去が見えるんですね。なるほど。だから辛くなりますね、この絵は。で、図らずもですね。お魚をね、反対にされたみたいに、タコを逆さまに出されたみたいな、そういう辛さが感じますね。計らずもこれひっくり返したような作品は4月24日から筑波美術館で発表します。ぜひ筑波美術館で、やっぱりね、未来が明るい方がいいもんね。辛いですよね、消えていくような。他ありましたか？どうぞ。逆さまにすると人型が見えてますね、人の体が。じゃあ質問がなければ、あと個人的になんか具体的に聞きたいところは先生まだ残ってらっしゃいますので聞いてください。であと4回目の、ギャラリートークが高橋さんの、の方に行ってやりますので、それまでちょっと時間あるので、質問のある方はいいですよね。はい、ぜひお願いします、はい、次は3室ですね。ありがとうございます。